さあ今週も矢板カントリークラブ所属の中川プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。中川プロは過去戻りたい時ってありますか？僕ですか、うん、僕も3歳ぐらいですかね。なんかすごいこう寄せてきますね。なんで3歳え、なんか空港でちょっと頭ぶつけて、はい、3カブできて思いっきり、うん、今もずっと残ってるんですけど、はいはい、でもそこでバカボンじゃないですけど、多分いろいろ変わっちゃったね。ちょっとそのエピソード採用です。ちょっと面白いですね。無限感覚でね。次の方にも悔しいわ。さあそして先週に引き続きまして、斉藤克美さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤さんは何かあります？過去戻りたいって。そうですね、やっぱ小学生中学生にもう一回戻りたい。何でしょうか？やっぱちゃんと勉強しとけばよかったな。あ、今なってそれは思うと。ちょっと遊びすぎちゃう。でも今ゴルフ一生懸命やられてるじゃないですか。はい、はい、で、改めて、前回あの中川プロと斉藤さんチームが1打勝っているということでございますので、はいはい、まだまだ逆転の余地あります。はい、はい、皆さん頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガチゴルルール説明。今回のルールはスクランブル方式。チーム全員でティーショットを打ち、両チーム1つだけセカンドショットに使うベストボールを選択。その後もベストボールを選択し続け、チームが同じ場所からボールを打ち続けます。ホールアウトするまでこれを繰り返し、チームとしてのスコアを記録。4ホール合計で決着をつけます。勝利チームには番組特製ガチゴルゴールドメダルが授与されます。今回のバトルの舞台はあざみコース3番ホール、384ヤードパー4、打ち下ろしのミドルホール。山左裾狙いでフェアウェイへ。 A グリーン左は OB なので引っ掛けに要注意です。さあ今週はあざみの3番ホールからスタートです。はい、中川プロ、こちらの特徴を教えてください。はい、このホールは384ヤードのミドルホールになります。今日は左グリーンなんで、ティーショットですね、意外と右の林の方に行ってしまうと池があるので左サイドに逃げたくなるんですが、うん、そうすると残り見えているあの真ん中にある木に真後ろにスタイミーになってしまう可能性があるので、ちょっとそこが難しいので、うんうん、ちょっと手前に刻むのか、もう思い切ってドライバー振っていただくか。思い切って木の左打っちゃってもいいですね。そうですね、それが思い切って左というか左に行けば、まあ抜ければ抜ければよね。はい、火通るときには韓国使わないと。はい、出田川プロお願いします。はい、あ、ちょっと右か、ちょっと右、多分大丈夫だと思います。でも、うん、あのラインはちょっと見えなくなった、うん、ラフぐらいだと思います。はい、昨日ともしなかったので、うん、はい、では斉藤さん、はい、はい、お願いします。ナイスショットだけど、木の後ろ、ちょっと右行って、キック後ろ、ちょっと微妙です。ちょっと行ってみてですね。でもただ、ね、下が柔らかいからちょっと大丈夫かもしれないです。手前で止まってるかもしれないね。何とも言えないね。右の方に跳ねたように見えました。本当、もっと左、もうちょっと左行っちゃえば、もっと左、よし、大丈夫でしょう。最短距離、うん、あそこ打ったわけじゃないけどね。最短距離いましたね。ではレイカプロのティーショットお願いします。はい、これもいい球なんだけど、いい球なんだけど、左、うん、かな。あ、先行ってりゃいいけどね。そうですね、うん、先行ってりゃ問題なし、うん、多分先には行ってんじゃない。じゃあ斉藤さん行きましょう。はい、
うん、これいいんじゃないですか。止まれ。おー、ナイス、うん、はい、ナイスです。ありがとうございます。あ、いいですか。ナイスです。結構ラフ難しいですよね、はい、そこね。ちょっとライが難しかったです。あ、でかいかな。ちょっと飛んでるな。フライヤーしちゃった。フライヤーした。ちょっと飛んじゃいました。難しい。フライヤーしちゃった。いいんでねえの。はい、こちら。完璧だ、これ。ナイス、ナイス、もう大丈夫だ。完璧だね。よかった。完璧。もうやることないな。入れるしかないな。そうですね。ああ、これだね。あ。なんかレイカちゃんここから乗ってきそうだね、はい、ちょっと乗り切れてなかった感じでした、はい、今のはでも完璧だ ね完璧な、完璧だった。で右カップ、うん、ただ下りの方が強いと思うんで、なんか前に前にそのまま抜けちゃいそうな気もします。さあ、では斉藤さんのバーディーパット。おー、うわー、惜しい。じゃあ、やっぱ左入れちゃいましょうか。はい、はい、はい、うん、さあ、もう中川プロ、これは外すわけにいかないですね。そうですね、今の見たので。ボール1個だ。うおまいった。バーディー。もう隙がない。あの入る前に動き出すあたりがまたかっこいいですね。いや、思ったところ打てましたね。なんかこれすごい傾斜。すごく参考になりました。はい、もう。はい、ナイスバーディー。バーディー。うん。かと思ったら厳しいね、向こう。そりゃそうか、向こうね。